ムハンマド・ムンタザルはシーア派、十二イマーム派において、信じられる、第十二代イマームにしてマフリー、すなわち隠れイマームである。マフリーはシーア派において、人類の最終的な救世主として現れるとされる、ものである。十二イマーム派以外のイマーム継承列をことにする他の、シーア派分派や、スンナ派においては、ムハンマド・ムンタザルをマフリーとはしない。ムハンマド・ムンタザルは、 歴史的には存在すら疑われているが、12イマーム派では、生誕年を868年とし、神によって隠され、後に再び現れその使命を達するものと信じる。ムンタザルは、待望されるものの意。他に信仰を組んで、ムハンマド・マフディー、ムハンマド・カーイムとも呼ぶが、12イマーム派では、名で呼ばず、字の支配者などの呼び方をする。ムハンマドは868年。 ハサン・アスカリーを父として生まれた、とされる。母は、ナルジスと伝えられ、アラビアの地へと旅するために奴隷に奮した、ビザンツ王女であった。父ハサン・アスカリーは、第11代マームとされる。捨てによれば、ムハンマドの誕生は、当時のアッバース朝、カリフ・ムータミドの手になるシーア派迫害を避けて必死された。このムハンマド・ムンタザルに関わる伝えを補強するため、 十二、イマーム派では次のような預言者のハディースを引く。私とアリーは、この民草の父である。我らをよく知る者は、なおアッラーを知り、我らを拒む者は、なおアッラー、唯一にして、誠に、偉大なるを拒む。そして、アリーの子孫、すなわち我が孫派さんとフサインは、楽園にて若者らの指導者となり、また、フサインの子孫は国人に継がれるであろう。 彼らに従う者はすなわち私に従う者。背く者は私に背く者。そしてその九人目に至り、彼はカーイムにしてマフリである。第十一代イマーム派さんアスカリーが没したのは八百七十四年一月一日のことである。十二イマーム派ではこの日、ムハンマド・ムンタザルは時代の人々を導くために神によってイマームに干せられたのだ、とする。 シーア派文献に現れるムハンマド・ムンタザルの記録では、父の葬儀に関わる以下の伝えが最も有名なものである。葬儀の礼拝が始まろうとし、ムハンマド・ムンタザルのおじ、ジャーファル・イブン・アリーが、礼拝同士として、進み出ようとしたところ、ムハンマドが至って命じた。訳しりかれよ、お事情イマームの早々礼拝を導けるのはただイマームのみと。ジャーファルはしりき。 5歳の幼児が父の創造礼拝を導いた。この直後にムハンマドは消え失せ、ガイバすなわち隠れに入ったのだとされるのである。12イマーム派では諸々の理由から神が第12代にして現在のイマームであるムハンマド・マフディが人類から隠しているのだと信じられている。ガイバの時代は次の2つの段階から構成される。シーア派では クルアーンや様々なハディースを引いて、マフリーの隠蔽の理由を次のように説明する。不可知主練待機需要の欠如障害場にあっては、カクレイマームは、4人の代理を通じて、シントラとのつながりを維持していたとされる。代理がカクレイマームの意思を代弁し、カクレイマームとシントとの連絡役としての役割を果たした。シントラは何らかの問題が起こると、それを代理に書き送っていた。 そして代理は判断を下して署名封印をなして自らによるものであることを証明し関係者へ変装した。また代理はザカートとフムスを徴収しこれを執行した。シーア派にとって代理を通じて隠れイマームに伺いを立てるというあり方は取り立てて目新しいものではなかった。すでに十代、十一代の両イマームがアッパース町に幽閉されていたため 直接に会うことが稀であったからである。4人の代理は以下の通りである。ウスマーンイブンサイドアルアサリーアブージャーファル、ムハンマドイブンウスマーン、アブルカーシムフサインイブンルーフアンイコールナウバフティ、アブルハサンアリーイブンムハンマドアイコールサマッティ941年、第4代の代理を通じて、ムハンマドムンタザルの命令が発行された。まもなく、代理は没死。 代理と障害場の時代は終わり、代替場の時代が始まるとの内容であった。第四代の代理は6日後に没し、シーア派シントラは、マフリーの再臨を待ち続けることになる。まだ同年には、アリーイブン・バーバー・ワイヒクンミー、ムハンマドイブン・ヤークーブ・クライニー、カーフィーラ、名のある多くのシーア派学者らが没している。サーマッターには、 ムハンマド・ムンタザルのものとする母病が祖父と父のものと並んでおり、この母病は彼の家であったものとされている。イスラームの一部処分派では、12人のイマームと、その家族をはじめとする人物を、尊数と経験、忠誠を表すために、ゆかりの地を保存する傾向があるが、ムハンマド・ムンタザルの母病もこれを示すものである。ムハンマド・ムンタザルから第4代の代理。 アリーブン・ムハンマドア・イコール・サマッティへもたらされた最後の通信には、そなたの死より、大外場の時代が始まろう。従って以降、アッラーが私の姿を現させるまで、私に会うものは誰もあらぬ。我が再起は長い時の後、人々が待つことにあぐみ、信仰が弱まり、なんと、未だに生きておられるのか、などというようになった頃であろう、と。この通信の通り、 ムハンマド・ムンタザルに会ったと称する者は巨言を吐いた者以外にいないとされている。別の通信では、ムハンマド・ムンタザルは次のように言ったとされる。休んぜよ。あったーと、下遅する者は誰もあらぬ。我を否む者は我らの内からは出ぬ。救済の現実はただアラーにのみよる。ゆえに、我が再起の時を定める者は偽りを言う者。我が存在の隠蔽の理は、 目には見えない雲に隠れた太陽の理のごときもの。イマーム不在となる期間のシンプラの求める導きについては次のように言ったという。我らの伝承を伝える者に紹介せよ。彼らはそなたらへの我が不茶。我は彼らへの神の不茶があれば。十二イマーム派では様々なクルアーンのショークやハディス、預言者ムハンマドに関わる伝承を引用し、ムハンマドムンタザルが神の命により、 マフリーとして再臨し、全世界でのイスラームの確立、公正と平和をもたらすトロンズル。また、12イマーム派では、ムハンマド・ムンタザルの再臨にあたって、預言者イーサーも再臨し、マフリーの後で祈りを捧げると信じられている。スンナ派では、ムハンマド・ムンタザルをマフリーとは考えない。多くの学者は、ムハンマド・ムンタザルの実在自体を疑問視する。 また11代イマームが子供を残すことなく没したと考えられているが、子供があった可能性を認める者も,もいる。しかし、いずれにしろ、第12代イマームが神の隠蔽のうちにあると考えるすんな派学者はいない。逆にこの概念を、没したり行方をくらましたイマームを、自分たちのイマームとしていただくという、それ以前のシーア派にも損した神話的概念の単なる焼き直しと捉えるのである。 聖預言者ムハンマドがこう言った。アルイコール・マフディは、ファーティマの息子からの、我が子孫である。自分の時代のイマームを知らないままで死んだ者は、無知の時代に死んだのと同じである。イマーム・マフディは、アシュ・シャイフ・アルムフアテの手紙に書いた。あなたの状況を把握している。あなたに関することで、我々に隠されていることはない。あなたのことを考えていないのでも忘れているのでもない。 もしそうであれば、あなたの上に苦悩が降り注ぎ、敵があなたを消すであろう。したがって、アッラーを意味されよ。服従されよ。権威は栄光の彼のもの。聖没年は諸説あり。シーア派十二イマーム派ンとの間では存命中で、あるとされ、その場合は現在1153歳となる。アーカイブされたコピー。2011年9月3日時点のオリジナルより、 アーカイブ、2015年12月26日閲覧。エクマル・オブ・アルザ・ジューク、ハット・ザ・アサシンズ、エー・ラディカル・セクト・イン・イスラーム、ベルナール・ルイス、P23、スナン・アブ・ダーウード・四巻、百七107ページ。ムスナード・アフマド・イブン・ハンバル2巻、83ページ。3巻、446ページ。4巻、96ページ。サヒーフ・アルブ・ハーディ5巻。 13ページ。サヒーフムスリム6巻、21ページ、1849番。その他に25の寸理学者による記録がある。ビハールアルアン53巻、175ページ。ありがとうございます。